リシュバーン。大陸の西の辺境に位置する聖なる大地を人はそう呼んだ。温暖な気候、芳醇な土、清らかな水、そこで育まれる生命、そういったものすべてが生きとし生けるものにとって聖地と呼ぶにふさわしい楽園だった。そしてその聖地における人の歴史はドラゴンとの共存に始まったのである。時を遡ること数千年、イシュバーンの大地にいつの頃からかドラゴンたちが住み着くようになった。本来気性が激しく人間たちと共存できるはずもないドラゴンたちが、この土地の温暖な気候のせいか、あるいは大地の持つ不思議な力のためか、人間の言葉を理解し他の種族と共存する道を選んでいた。しかし幸福で平穏な日々はそう長くは続かなかった。聖なる大地に何者かが呪いをかけたのだ。そして楽園は一瞬にして地獄と化した。忌まわしき呪いはなぜかドラゴンだけを襲い、その魂を食らい尽くした。万物の霊長であったはずのドラゴンたちはなすすべもなく、ただ仲間が死んでいく様を見守るほかなかったのである。ドラゴンたちはイシュバーンからいずことも知れぬ地へ去っていった。それから2000年の時が流れた。